マリア・バカローバは、ブルガリアの女優、モデルである。2020年のモキュメンタリー映画、属』、ボラット栄光なる国家だった、カザフスタンのためのアメリカ三ぎもの計画により、国際的に知られるようになり、ブルガリア人としては、史上初めてアカデミー賞、ゴールデングローブ賞、全米映画俳優組合賞、助演女優賞、放送映画批評家協会賞などにノミネートされた。 ブルガスで生まれる。6歳の頃から歌のレッスンとフルートの演奏を始めている。バカローバはブルガスの国立芸術学校で演劇を専攻した。さらにソフィアのクラスティオ・サラフォフ、国立劇場映画芸術アカデミーで演劇を専攻し、2019年に卒業した。2017年に女優としてのキャリアが始まり、12A、トランスグレッション、エンジェルス、カリンカ、 ザ・ファーザー・ラストコール・ウィメン・ドゥ・クライといったブルガリア映画に出演した。2020年のモキュメンタリー映画、俗、ボラット栄光なる国家だった、カザフスタンのためのアメリカ三次もの計画では架空の、カザフスタン人記者のボラット・サグディエフの娘のトゥーター、サグディエフを演じた。当初は、イリーナのバクと発表されていたが、その後の報道でバカローバの関与が判明した。バカローバは、 ブルガリア人俳優のジュリアン・コストフによって候補を探していたキャスティングディレクターのナンシー・ビショップに紹介されていた。2020年11月、バカローバがクリエイティブ・アーティスト・エージェンシーと契約したことが報じられた。ありがとうございます。